性別論争、パリのオリンピックでね、男なのか女なのか大きなですね、議論になっています。特にボクシング女子でね話題になりました。まあちょっとこれ前回もやったんですけども、今日もう一回ね触れていきたいと思うんですけども、この問題はあまりどの選手っていう具体的な話というよりもですね、やっぱり誰を男とするか誰を女とするかというね、多くの人が納得のいくような、ね、選手たちにとってね、どういう基準で男と女を分けた方がいいのか、まあそういうことをですね真剣に考えるきっかけにはなっていると思います。なので個別の選手がいいの悪いのというよりもですね、なぜ男女に分かれてるのかということも含めてですね、どうあるべきかをちょっとね考えてみたいと思います。性別論争場外戦に発展というね、これ産経新聞読んでいきましょう。パリ五輪で性別をめぐる論争が影を落としている。昨年の世界選手権で行われた性別適格検査で失格となった2選手が五輪の女子ボクシングでメダルの獲得を確実にした。だがアメリカのトランプ前大統領やイタリアのメローニ首相らが2選手の出場を非難し、国際的な議論に発展している。パリオリンピックで騒動の渦中にいるのはボクシング女子66キロ級のイマネ・ヘリフ選手アルジェリアと57キロ級のリン・イク・テイ選手台湾。2選手は勝ち進み6日7日にそれぞれ準決勝に臨む。ボクシングは3位決定戦がなく、2選手はメダル獲得が確定している。2選手は女子選手として2021年の東京五輪に出場。しかし国際ボクシング協会 IBA が昨年主催した世界選手権での性別適格検査で不合格となったことから、2選手が女子選手として出場することを問題視する声が SNS で上がっていた。そうした中1日の2回戦でヘリフ選手と対戦したイタリアのアンジェラ・カリニ選手が開始46秒で棄権した。開始早々に強打を浴びたカリニ選手は棄権を告げ、リングで号泣、これほど強く殴られたことはなかったと打ち明けた。この試合を受けて2選手の出場をめぐり公平性の議論が過熱。棄権したカリニ選手の出身国の首相であるメロニー氏は公平な試合ではなかったと疑問を投げかけ、男性の遺伝的特徴を持つ選手は女子選手の試合に出場すべきではないと発言した。トランプ氏も演説で次回ロサンゼルス五輪を念頭に男性を女性スポーツから排除すると主張した。これに対し出場を認めた IOC は性別はパスポートに基づき確認しているとして出場に支障はないと反論。 IOC のバッハ会長は3日の記者会見で、2選手は女性として生まれ育ち女性として競技に参加してきたとし、不合格にした IBA は適切な手続きを経ていなかったとした。 IBA は組織運営などを問題視されて統括団体としての承認を IOC から取り消されている。欧州メディアによると、ヘリフ選手は3日の準々決勝で勝利した直後、私は女性だと涙ながらに訴えた。だが IBA のクレムレフ会長は5日オンラインで会見し、2選手は昨年の検査の結果男性であると判明したと改めて主張。男性ホルモンテストステロンの値が男性並みに高かったと明らかにした。2選手とも性発達が一般の人と異なる性分化疾患DSD の可能性があるとされるが、 SNS で生まれた時の身体的性別と性自認が異なるトランスジェンダーだと決めつけて中傷する投稿が目立つということですね。あ、これはトランスジェンダーとちょっと違うんですよね。トランスジェンダーって体は男なんだけども内面が女とかね、その逆とか、もしくはそれが不安定とか入れ替わるとかね、もしくは性自認がないとか、まあいろいろとタイプがありますけども、今回の場合はですね、別に性自認、私は男が女、自分はどう思うかとか、そういう内面の話ではなくて、外見は女として生まれてきて普通に戸籍上も女、パスポートも女なんだけれども、遺伝子レベルでは Y 染色体があると。そしてテストステロンというね、この男性のホルモン、男性ホルモンの値が男性並みに高いと。だから外見は女なのに遺伝レベルでは男じゃんっていう、そういう人のようです。これを性分化疾患 DSD と呼ぶらしいんですけども、でその人を女と分類するのか男と分類するのか、これがですね問題になってるわけなんですね。この2選手とも東京オリンピックでは普通に女として出たと。ところが昨年のボクシングの世界大会で、いや女ではないというふうに認定されて、性別検査で認定されて出場できなかったわけですね。その選手が今回パリオリンピックに出てきたから、あれと、去年の世界大会では女と認められてない人が、なんでオリンピックに出てきちゃうのっていうふうになって
って、しかもその選手がめちゃくちゃ強くて、今回もメダル取ってしまったということですね。そこで世界的にアンフェアなんじゃないかという非難の声が来ているわけです。これはですね、その選手個人に非難を向けるべきではないんですね。これは IOC の判断が正しいのか、もしくはこの IBA ね、IBA っていうのは国際ボクシング協会ね、どっちが正しいのかということであって、個人の選手を抽象していい話ではないと思うんですね。なのであんまり具体的個別の選手のことを言うのではなくて、やっぱこういうね、性文化疾患というね、DSD という人は一定数いるということですので、そういう人たちが今後オリンピックとかに、もしくはその国際大会に出るときにですね、何をもって男とするのか、何をもって女とするのか、これをですね、みんなが納得のいく基準を作る必要があるのかなというふうに思います。だからちょっとね、IOC はね、これまでとね、ちょっとスタンス変えてきてるんですよ。これまで IOC はあくまでも男性ホルモンの値がどのぐらいかということで男女の差を判定してきたんですね。ところが男性ホルモンが高いというのはこの IBA が確認して、いや外見女、パスポートも女、女として育ってきた、でも男性ホルモンめちゃくちゃ高いよねって、いや君はボクシング協会でいうところの女には該当しませんって言って出場を認めなかったというのが IBA 国際ボクシング協会の考え方だったわけです。それに対して IOC はこれまで男性ホルモンの値によって判断してきたはずなのに、今回それを言わないんですよ。なんで問題ないかと言ったら、 IOC はだってパスポートが女じゃんって言ってるわけですよね。それって根拠としてめちゃくちゃレベルが低いっていうか、パスポートが女って言ってたってそんなわかんないじゃないですか。だってこれまで男性ホルモンを測定してきたんじゃないのかというふうに思うわけですよね。 IOC はいやだってパスポート女だしと、女として育ってきたでしょうと、問題ないって言うんですけども、じゃあ男性ホルモンの値測ったんですかっていう時にゴニョゴニョゴニョお茶を濁してるわけですよ。例えば男性ホルモンの値測ったけども、いや女性のレベルだったよって言うんだったらすごくね、ああなるほどなということになるんですけども、どうもね男性ホルモンの値の話 IOC から出てこないんですよ。パスポートが女でしたし、女として育ってますから女でしょうって言うんですけども、男性ホルモンはどうなの、一言も出てこない。ちょっとなんかゴニョゴニョしてるんですよね。今回またね46秒でイタリアの選手危険ですよ、バカーン殴られて、この世のパンチとは思えないというね、まあ、これまで女とやって感じたことのない圧を感じたってわけですよね。これはもう男のパンチだというような、そういうふうな捉え方をしたわけです。バカらしい、やってらんないって、こんなんでもう体壊れてしまうと、できないよって言って危険をしたということ。まあその問題となってる選手が大して強くなければ別にどうってことなかったんでしょうけども、ほんと46秒で危険ってことになっちゃったもんとか、余計ねそんなね女子競技にいきなり男が乱入して女子をボコボコに殴り倒したみたいな風にやっぱなってしまうわけですよね。でしかも国際ボクシング連盟がダメとしたものを IOC が丸とした、ここで一気に話題沸騰ですよ。でね、私思うんですけれども、別にその人は男性ホルモンを注射することによって意識して男性になってたわけじゃない。もともとなんか Y 染色体があるらしく、もともともうなんか男性ホルモンの値が高いということのようですよね。ちょっとそれはよくわかんないんですけど、ボクシング協会はいやもう男性ホルモンの値高すぎるから、そもそもあなたはパスポートが女だろうが女として育とうが、いやいやあんたは女として認められませんっていう判断をしたわけですよね。結局男性ホルモンの値が高いとどうなるかというと、男の体格になり男の筋肉量になるわけですよね。やっぱ男と女って筋肉のつき方、筋肉の発達の仕方が全然違うので、だからこそ外見ではなく男性ホルモンの値でもって判断してきたわけじゃないですか。でも中には外見女で女として生まれてきたんだけども、なぜか男性ホルモンの値が高いという、まあ、そういう性文化症という人がいるらしいので、じゃあその人は外見もしくはパスポートに従って男女を峻別するのか、それとも男性ホルモンの値によって峻別するのか、どっちなんですかということなんですよね。だからこれはもう差別とか云々じゃなくて、スポーツとして公平かどうかというこの一点にかかってるわけですよ。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。